不意、装束着用の図より、不意は、日本の男性用着物の一種で、江戸幕府の制定した複製の一つ。幕府の天礼、儀式に、旗本会の者が着用する、仮犬の一種だが、特に無門のものである。会の旗本の霊装は、スオーとされているが、幕府より、不意の着用を許されれば、六位相当たり上位者と、みなされた。不意はもともと、 平安時代の中流階級の都人のおしゃれ着、不意であったといい、後に貴族の仮衣に発展したが、仮衣のうち、無模様、裏地なしの質素なものは、不意と呼んでいた。江戸時代、幕府は元羅元年に複製を定め、不意が旗本の礼装に採用された。やがて不意は、服装の故障のみならず、江戸幕府の旗本の格を示す用語となった。不意より、 上位の旗元の内樹五位下を初代部と呼び、不意は、幕府の創生、朝廷からの口、戦、一気与党の正規の上位手続きを受けないが、幕府内では六位に上位された者の扱いとされ、幕府における武家管理の最下層とみなされた。また、寄り合席の旗元はもともと不意相当とみなされ、不意を許されていない旗元は、平侍と呼ばれた。ありがとうございます。